いよいよ決勝戦です。これに勝てば優勝ですね。驚きだよ。こんなハレンチな大会なのにお堅いお前たちが決勝まで勝ち進むとはね。実は隠れハレンチだったというわけか。ついに正体を現したな。バカね、イム。その言い方だと両備たちまでハレンチになっちゃうじゃない。ハレンチだけどね、リョウナちゃんたちは。あんたと一緒にするな、このバカ犬。決戦の相手はヘビジョですか。これはますます負けられませんね。いいや、勝負は始まる前にすでについている。見よ、この雅の完璧なボディを。これを前にしても勝負をする気になるかい。相変わらず雅バカなのだな。なんだトムラクモ、雅をバカって言ったら僕が許さないぞ。クレイジー。すまんな、お前たち。イムは決勝を前に興奮しすぎてしまっているようだ。はい。だが覚悟しておけ。優勝するのは私たちだ。何だったんだろう今の。みのりちん、しきちゃんは優勝したらどうするか決めちゃうんだよね。海外の忍び学校に行くか、決戦に残るか。そうだね、優勝できたら決められると思う。じゃあみのりも覚悟するね。しきちゃんがどんな決断しても泣かない。約束するよ。我慢できるかな。できるもん。みのりだって優勝して強くなるんだもん。そうだな、我らも強くならねばな。シキよ、我は面を外した状態でお前の決意を受け止めよう。いいよムラッチ、そんな無理しなくて。シキ、あなたがどんな決断をしてもわしたちは必ずあなたを応援します。決戦に残るのならばまた違う方法でシキが夢を叶えられる道を一緒に探します。海外の忍び学校に行くと決めたのなら荷造りを手伝ってあげますよ。シキはよく忘れ物をしますからね。わしがチェックしないと安心できません。それすごく助かっちゃうな。ありがとね、夜桜ちん。皆さん、そろそろ始まるようです。準備はできていますか。おう。では行きましょう。あの、本当にやるんですか。さあ始めようか。5、4、3、2、1、 Here we go。 さあ勝って優勝しますよ皆さん。いいや、優勝するのは僕たちの方だ。そして祝勝会でみやびと楽しいひとときを。ダメ、今回だけはみのりたちに負けられないの。しきちゃんのためにも。みのりちん、なみなみならぬ覚悟がにじみ出ている。たまんないよ。これは面白い戦いになりそうだ。わしたち月戦女学校の力思い知っていただきますよ。
私たちの優勝です。皆さん、やりましたね。うんうん、やっぱり私たちは最強のチームだよ。試合をしている最中もずっと感じてたもん。こんな信頼し合える仲間はさ、世界中のどこを探してもいないんだろうなって。四季さん、 P1 グランプリの間、私ずっと楽しかった。ずっとずっと楽しかった。こんなに楽しい時間を過ごしてたら、みんなと離れるなんてできっこないよ。でも私には夢がある。世界で活躍するスーパー忍者になるっていう夢が。だから私は四季ちゃんの決断やいかに。続きは CM の後で。ドンメッセッジ。ミスター K さん、さすがに怒りますよ。そうですね、絶秘伝忍法を叩き込みましょう。ああ、私だって君たちの邪魔はしたくない。だけど運営からの指示で仕方がなかったのさ。どういうことなのですか。私塾月仙女学館のみんな、優勝おめでとう。だが君たちにはもう一戦戦ってもらう。相手はこの私と。このミスあるよ。私は別に戦ってもいいかな。みんなとの思い出がもう一つ作れるしさ。確かにそうですね。ならばお相手いたしましょう。